バレないから使っちゃえと思いながら。プライベートの姿を見たのは田中みな実さんなんです。これ好きで投げてきてしまって、いろんな人に見てもらいたい。はい、すごいお忙しそうな。まあまあ話題が途切れないように動いてはいますけどね。いろいろと試合も呼ばれたり、まあ、全てはあれですよね、オールスタージュニアフェスティバルがあったから。はい、グレイト、フリーダムズ、道なくプロレスって決まりましたね。別になんか殺伐としたものはなく、単純に楽しみだなっていう。だってグレートなんて相手が田中みのるさん、カズ林さん、シーマさんですよ。すごいメンバーですよね。本当に数年前だったらちょっと考えられないよ。いや、考えられないですよ。今年に入って元 IWGP ジュニア王者と戦ったり組んだりすることがやっぱ多いんですよね。今度また田中みのるさんとやるじゃないですか。で、前回ドラディションでアキラさんと組んだり、コシナカさんと組んだり、 IWGP ジュニアヘビー級王者じゃないですけど、まあ、もうジュニアの始まりと言っていい方の藤波辰爾さんとやらせてもらったり、で今度そうなんですよ、フリーダムズで高岩さんと組むんですよ。歴代のジュニア王者とやるとか組むとかっていうことがあって、なんかこれは導かれてる感がありますよね。すごいそれを感じますよ。田中実さんに関してはヒート選手と友達なんでね、IWGP の防衛記録を持ってる、はい、11回、自分が一生懸命抜こうとしてる人ですよ。今回のだから田中実さんと絡むので、まあ、これをきっかけにもしかしたらヒートさんが出てくるかもしれないですからね。夢がありますよね。田中実さん、笠林さん、シーマさん、もう別に何も言わなくてももうすごいメンバーですよ。田中実さんが自分のことを結構数年前から意識してくださって、はあ、俺のことなんて意識してくれるんだって思いましたけどね、はあ、意外だなと。俺ファンの時に多分初めてプライベートの姿を見たのは多分田中実さんなんですよ。両国国技館の近くのマクドナルドでメニュー見てたんです。それが俺と田中実さんの初めて会った瞬間です。話しかけてないですよ。一方的に、一方的にうわっ田中実だ、かけ壁にかかってるメニューを腕組みながら見てたんです。かっけえと思う。あれが多分初めてでした。多分ね、それご本人知らないですよ。絶対知らないですよ。初めて言いましたもん。だってまさかね、それから時を経てまさか対戦すると。で、カズ林さんに関しては多分中学生ぐらいの時ですかね、テレビ東京ですかね、全日本プロレスがやってたんですよ。夕方ぐらいですかね、なんかいい時間帯に放送してて、そこで初めて見て知りましたね。はい。で、ちょうど野沢さんとやり合ってたのか分かんないですけど、野沢さんのことをずっと論外だ、お前は論外だってずっと言ってたんです。これ好きで。俺中学生の時にめっちゃ周りに言ってました、お前論外だ。それから野沢論外っていうリングネームになったっていう記憶があるんですよ。ちょっとこれは調べてみないと分かんないですけど、もし違ったら申し訳ないですけど、多分そうです。あ、そうですか。そうですよね。お前は論外だってずっと言ってたんです。まあ、こういう言い方だったんですよ。論外だ、論外だって。いや、そうですよね、ですよね。ああ、すごくないですか。でもそれでリングネームが野沢論外になって、引退するまでそれが使われるってすごくないですか。その一言でですよ、人生が変わった一言ですよ。いや、強烈な印象とインパクトが残ってます。それから笠林さんの試合を見るようになりましたからね。だからその一言が印象づいて、
すごい面白いと思って、ファイナルカットとかめっちゃかっこいいじゃないですか。で、こうもうシーマ選手に関してはもうメキシコ時代、かまいたちのフィニッシュホールドはメテオラでしたからね。メキシコだからバレないから使っちゃえと思いながら。はい、最後本人は知ってるでしょうね、間違いなく。バレてますね。それはそうですよね。メテオラすげえかっこいい技だなと思いながらファンの時に見てました。だからこの3人は、わ、俺はこれは運命だなって感じましたもん。あのカードの発表を見た時に、こんなにあれだけ選手がいる中でこれだけ自分の中で一方的な馴染みのある3人ジュニアのスター選手が、青柳選手とトンショ選手ですか。はい、トンショ選手は高橋ヒロムにも際を向いてるんですけど、君、まあグレートにいる選手だから相手のその3選手はもう見慣れてるのかもしれないけど、すごい選手たちと試合するから勝つことに集中した方がいいよって思いますけどね。まずね、今回はこう味方で組まれるわけですから、味方に今牙を向いたところで仕方ないよ、まあ、それは言ってあげたいですよね、はい、いいことですけどね、いいことですけど順序が違うなって思うんで、はい、目の前にいる3人の選手がすごいんで、そっちを相手にした方が絶対美味しいですし面白いなと思いますけどね。ただやっぱね、タッグなんでね、チームワークが悪かったら良くないんで、だから青柳選手、トンショ選手よろしくお願いしますね。それぞれ実はストーリーがあるんです、はい、だからこれを見てね、両国国技館の試合を見に行かれる方は楽しんでもらいたいなと。あとフリーダムズですね。フリーダムズに関してはもう自分はリング上でも言いましたけど、佐々木隆殿、そして葛西潤選手、もうこの2人にリスペクトと恩があるから、だから、まあ、ドラゴンリブレ選手が相手でも上がりますと。高橋ヒロムは自分の価値を知ってる男なんで、自分の価値をやっぱ知らないと逆に上に行けないと思ってるんで、今挑戦するべきじゃないだとか、今行動するべきじゃないだとかは自分で判断できない選手は多分上に上がってこないと思うんで、 2,3 回ツイートしました。 2,3 回試合後のコメントで言いました。高橋ヒロムの名前を出しました。夢です、目標です、戦いたいです。それで叶ってしまうんだったら夢や目標で苦労する人なんていないですよ。まあ、だから本当にこれに関しては佐々木隆さんに感謝をした方がいいと。それで夢や目標を叶えてくれる人が近くにいるありがたみ、いないですよなかなか。高橋ヒロムの名前を出せば誰とでもやると思われたくないですし、ここはやっぱちゃんとしないとなと。これも今まで今年に関してノアだったりドラゴンゲートだったりトラディションだったりいろいろと上がらせてもらってトップの選手ですよ。こっちもだからそれも覚悟を持って新日本プロレスの人間として負けられないっていう気持ちで上がってますしやってますし、向こうもそういう気持ちで来てるわけじゃないですか。今回に関しては負けないですもん絶対。 100% 高橋も勝ちますもん。ドラゴンリブレ選手、もう一人香取選手ですね。で俺が組むのは高岩さんですよ。高岩さん一人でいいじゃんっていう。俺高岩さんともエピソードがあって、俺がもう新日本プロレスに入門した時は高岩さんはいらっしゃらなかったんですよ。で俺がデビューしてすぐぐらいですかね、
道場の、まあ、近所にこう俺があの通ってたラーメン屋さんがあるんですよ。である時そのラーメン屋に食べ行ってた時にカウンターに座られたのが高岩さんだったんですよ。うわ高岩さん座ってると思って、そう挨拶しないわけにいかないじゃないですか。で、あの高岩さんに挨拶させていただいたんですよ。はじめまして、新日本プロレスの高橋宏と申します。お頑張ってねっていう風に言ってくださって、で高岩さん先に、おじゃあなみたいな感じで帰られて、あお疲れ様でしたって言って帰られたんですよ。で俺も普通にラーメン食べてるじゃないですか。でもう会計しようとしたら、あ高岩さんが払われました。マジですかと、これはお礼をしないとなと、まだやっぱちゃんとしたお礼をできてないので、ね、あの時のやっぱ感謝の気持ちとやっぱかっこいいなと、何も言わずに、はい、払われていく、その時はありがとうございました。今年はもう自分の中ではこのオールスタージュニアフェスティバルの年だったので、今年はもう目いっぱい呼ばれたら呼ばれる限りは出たいな。で自分からもその約束した選手のところには自分から行きたいなっていう、それこそこの間の道のくプロレスとかやっぱちょっと感動しましたよね。あの岩手県矢巾町、道のくプロレスが旗揚げ戦をしたところなんですよ、会場なんですよ。30周年記念なんですけど、なんかそこで隼人さんとシングルできるっていうのはなんかちょっと嬉しいなと、感慨深いなと思いますね。お互いの愛がすごい強いですよね、お互いへの。いや俺も本当に藤田ジュニア隼人さんに関しては興味を持ったのは、本当にあの去年のサムライ TV の中のお便りコーナーで、あの今度復帰しますと、あのいつか俺戦ってくださいっていう風にもうストレートで言われたのがすごくまあ嬉しくて、そこから藤田ジュニア隼人選手に興味を持ったんですよ。もちろん知ってますよ、スーパージュニアとかでも見てましたし、はい、あの金本さんとかライガーさんとかとバチバチやってた頃もセコンドついてたんで、はい、もちろん見てますし知ってますけど、興味を持ったっていうのはあの時が初めてだったんですよ。それからなんかいろいろと本当調べていろいろと映像を見たんですけど、わこの人かっけえなってシンプルに思って、いや本当にこれは本当に皆さんにこう調べてください。これを見た後にね、藤田ジュニア隼人という男はどういう男なのかいろいろと出てきます。今までの人生とか生き方とか、いやなんかそれ見た時に普通にシンプルにちょっと泣けてきてしまって、すごい人生だったもんだなと、で今もすげえ人生歩んでるなと、まあ、癌の闘病でね3年以上欠場とかってありますけどね、なんかそうも含めてなんかいろんな人生を経験してる人だな、この人の生き様にリング上で触れてみたいなって本当に思ったんで、だから俺としては結構究極の戦いだなと、だから楽しみなんですよね。それをあの道のくプロレス旗揚げの地で矢巾町でできる完全無効ホーム、そうですよね、すごい楽しみだな。いや久しぶりです、多分こういう感情で試合ができるっていう、こうていうかもしかしたら初めてなのかもしれないですね。なんかここまでの感情というか俺の中でのそういう感情を持った人って多分まだできてないですけど内藤さんとかなんですよ、多分もう残ってるのって。でもなんかここまで早くやりたいんだけど、もうちょっとこの期間を楽しみたいって思うのは本当に初めてとか本当に久しぶりかの感情ですね。楽しみですね。本当にいろんな人に見てもらいたいな、いろいろ戦う人組む人に俺はすごいこう結構今回思い入れがあるというか、この3団体ですね、これから控えてる試合はどれも楽しみですよね。本当でもフリーダムズに関してはやっぱまあデスペラードも上がるじゃないですか。デスペはもうトップの
そこすごい人たちと試合、しかもデスマッチなわけじゃないですか。すごいですよね、デスマッチ。はい、いやデスマッチはすごいですよ。いや俺はデスマッチ好きなんで、大日本プロレスとかファンの時に見に行ってたんで、大日本プロレスってあの時、まあ、今あるか分かんないんですけど、高校生友情割引っていうのがあって、高校生3人で行くと2000円で見れるんですよ。で一番後ろの席とかだと思うじゃないですか、前から3列目とかなんですよ。やばっと思って、俺初めて後楽園の席座って見たの大日本プロレスですもんね。一番最初に人生で初めて写真撮ったのが笠井さんですし、佐々木隆さんとかも写真撮ってますし、はい、この間ツイッターに上げられてた、はい、いや本当にそれこそ大日本プロレス勢の人とはほとんど写真撮ってますね。はい、あとこの間オールスタージュニアフェスティバルに出ていただいた音量選手とも写真撮ってますからね。3時代みたいな、はい、いや大日本プロレス出られてたんですよ。はい、ご自身はやってみたいって、デスマッチですか、思わないですね。ああ怖いですもん。めっちゃ怖いです。いや俺だから決めてるんですよ、もしデスマッチのオファー来たとしても一生に一度ものすごい試合形式のデスマッチしかやりたくないと思ってます。でそれは一生に一度がいいんですよ。別に誰とでもいいですよ、誰とも試合いいですけど、オファーが来た際は一生に一度デスマッチをやってみたいなっていう気持ちはあります。一回です、本当に一回です。はい、もう前日の夜とか嫌でしょうね、怖くて。だって普通にそんなん嫌じゃないですか、デスですよ。デス、はい、デスってついてるんですよ、それ嫌ですよ、怖いですよ。それはオファーは待ってません。じゃあ皆さん、プロレスを楽しんで。